誰のために政治やってんだよ。心込めて仕事してくれよ。税金で食べてんだから。心からお願いしてんですよ、こっちは。山本太郎が総理大臣になると国民の生活が豊かになる。実現可能な政策参戦。1、消費税の廃止。消費をすると罰金、赤字でも納税義務が発生し、倒産しても免責されないめちゃくちゃな税である消費税が廃止されます。これにより日本経済の成長を阻害していた原因がなくなり、国民の可処分所得が増えます。すると消費に回せるお金が増えることで国民の消費が活発になり、 96% を占める日本の中小企業の業績が上がります。2、大学までの教育費無償化。国の宝である子どもたちへの投資として国が学費を払います。お金がなくても高等教育が受けられる国になるので、学費が高いからと夢を諦めていた人も好きな学問を学ぶことが可能になります。親ガチャだけでは差がつかなくなるということになるので、家が裕福でなくともそれを理由に挫折せず優秀な人材が育ち、将来の日本の財産となります。3、一次産業支援。酪農家や漁師、農家など日本の食を支える一次産業を支援することで日本の食を下から支えます。すると海外からの輸入依存を減らすことができ、安全安心な国産の米や野菜が今よりも安く購入可能に。当然無農薬栽培にこだわって作った美味しい野菜や米が食卓に並ぶことで日本国民の健康を底支え、健康は口から入る食べ物で決まるので、農薬や人工調味料、食品添加物などの影響で増え続ける日本のがん患者の数も減少していくかもしれません。減反政策で農家を減らし、海外から大量の米を輸入を水を垂れ流し、漁師をいじめ、海外から魚を輸入、農薬たっぷりの海外産の野菜や穀物を大量に輸入。食を守るとは日本国民の健康を守るということ、それこそが最も大事な安全保障です。自民党は海外優先、海外留学生の学費は無償化するが、日本の学生には奨学金という名の借金をさせます。医療や介護、教育や福祉などの財源という建前の消費税を増税しているくせに、逆に高くなる医療費や学費、消費税とは本当は何に使われているのでしょう。国の防衛が大切だと謳い、撃てないミサイルをアメリカから大量に買わされても国民の命は守れません。国民の命と暮らしを守れる政党は令和新選組を置いて他にありません。